こんにちは。こんにちは。マスクド東大阪です。栗林書房の栗林です。マスクド東大阪のマスクドブックランキング。栗林書房さん提供でもう10、あ、回数調べるの忘れた。いや、17やで。17、うん、多分17回目。1年半や。17回。ようやってるな。なあ、なんとか。いろんな紹介しながら。そうや。でも結構な、何人かに言われる。この間の、絶滅動物図鑑やったっけ。おお。あれは何人かに言われた。あ、あれ読んでみたいなって。言って。やめといた方がいいですよって。言ってよ。でもあれな、あ、でもちょっとやけど、何人かやけど言われた。ね。ツイッターでも一応それで。やって、それで、それを見て、見に来てくれて。ほんま。一人。普段から買いに来てくれてはる人ではあんねんけど。でもそれを見て分からん人はあれ見て来てるかもからもんな。そう、あれやっぱなんかちょっと興味あるみたい。マジでまあ嘘やけどな。いやでもどう、コロナも落ち着いてちょっと通常に戻ってきた。そうやね。本屋的には今ね、やっぱりゴールデンウィークみんな散財したでしょ今年は。やっぱ関係あんのかな。ある絶対ゴールデンウィークだとガーンってもう次の今日ぐらいから戻ってくんねや。戻ってくる感じやけど。あ、そう。毎年のを見てて、売り上げのとかチェックしてたけど、で毎年そのね、ゴールデンウィークの後って絶対次の給料日まで。ゴールデンウィーク前はその旅行みたいなのが出る。どっか行く人ばっかりじゃないや。結構その普通にとどまってゆっくり本読みたい。去年とかはだからエグかったけど、逆に巣ごもりの去年のことでしょ。いやもうまあそんな感じかな。ごまかした。もう勝ったとこごまかすな。いや怖い本屋でほんまに。これもうランキングじゃなくなっちゃう。ランキング行く、もうさっさと行く。やばなったこれやでほんまに。どうよこれ。もうちょっと喋ったのかなほんまに。じゃあランキングは書籍込み、書籍の方からいきましょうか。じゃあ書籍ランキング第3位に1位一気にいっちゃもらおうか。はい、3位。なんか2冊、あ、上下巻ね。すいません。ちょっとこういう感じでしょうか。はい。で、2位は2位どれ ?2位。2位これ ?2位これな。覚えてる？宇佐美凛。宇佐美凛って聞いたことあるな。1位が?1位が。お、これドラマだった。東野圭吾。ほんまやん。また。よし。はい。第3位が、これ何やって、これ何て読むの？校訓。西から来た少女。遥かな道。あ、有名なんこれ。上橋直子さんももちろん。ああ、知らんわ。が上下巻セットで売れてるってこと。3位で。あ、そう。大体ね、やっぱもう好きな人は好きなんで上下巻買っていく人が多い。同じ冊数だ。続きみたいかな。で第2位が。それが。あ、宇佐美竜太。芥川賞の人な。車の娘。新刊です。あ、新刊なんや。やっぱり。賞を取った後の第一作は結構注目なんで。そうか。試されるよな。ああ、そうやな。一発屋じゃない。一発屋になるかどうかな。小島よしおで終わるか。いや、小島よしお結構頑張ってるよね。なんかやってんねんな。小学生に大人気。フィットネスみたいなのやってるよな。頭いいなと思った。この前なんか。頭いいよな。で、1位がマスカレードゲーム。東野圭吾や。鉄板やな。鉄板。まさにマスカレードシリーズとかで書いてるの。これ見てこれ。これドラマなってるやつやんな。あ、シリーズでな。まあこれはまだもちろんね、ドラマ映画か。映画もな。キムタクのやつやんな。あ、そう。長澤まさみとね。ああ、ホテルのやつやろ。そう。へえ。面白い。映画を見た。へえ。テレビで一回出たよね。あ、そうなんや。書籍のランキングが3位がこうくんで、2位が車の娘、これあれね、芥川賞の宇佐美凛さんです。で、1位が東野圭吾マスカレードゲームでした。なるほどね、大御所が1位やな。なるほど。じゃあ次いくよ。もうちょっといくよ。次は漫画やな。コミックランキング3位、2位、1位。3位。おお、来た。スパイファミリー来た。2位が普通にまだリベンジャー。1位が2回打ったんくんねんけども。ヒーローアカデミア。へえ。です。アメリカやん。へえ、すげえ。まあここもここ最近の定番。やっぱり出たもんな。でもスパイファミリーがね、やっぱり9巻が2とかなってんねんけれども、やっぱりもう1から9まで全部今動いてるところなんで。スパイファミリーが稼ぎ頭です。栗林ランキング的には定番になってきたね。そうや、よく出してるね。考えたらなんか客層とかもあんのかな、やっぱり。まあやっぱりジャンプがね。ああそうかそうか、全部集英社。これだけ講談社。あ、これ講談社な。あ、マガジンな。でもまあそれはね、一時ほどではやっぱりちょっと落ち着いてんけど。なるほどな。定番やな。ここで急に「じゃりんこ知恵」とか出てけへん。ああ、今文庫本で出てるけど。あ、そうなの。今28巻。来るかもわからない。来るかもわからない。3位が「スパイファミリー」9巻。2位が東京リベンジャーズの27巻でした。で1位が僕のヒーローアカデミア34巻です。でした。いいテンポやな今日な。これぐらいでやっぱりいいテンポでいってるよな。次ねちょっとゆっくりしようか。あ、ちょっと待って。で今月のランキングは何？今月のランキング新しい。ちょっと書店初のおもちゃですかね。どういうこと？本？おもちゃの本？どういうこと？あのね、おもちゃそのもの。おもちゃって言っていいのかな、なんて言うのやろう。まあちょっとわからないけど、本屋初のおもちゃランキングでいいの？です。じゃあ第3位ちょうだい。お、ほんまにおもちゃ。これね、俺の中身は見られる。あ、そうか、そろそろやな。お風呂で遊べる学研の図鑑ライブ恐竜が出してるんで。恐竜。まあ言ったらこういうの。あのお風呂入れたらグニュグニュして。あの何？バスクリンみたいなわー溶けておもちゃ出てくるやつか。多分ね、もうそのものが入ってると。こんな感じ、こんな感じ。ちょっとこれどう扱っていいか分からへんな。おもちゃやろ。第2位は？第2位がね、今これ新刊というんですか、新しく出たフィギュアキーチェーン。あれちょっとコレクション性がある感じ。16種類ってこれ何のキャラクターなの？船長とかちゃうな、お化け、馬、なんかいっぱいある。それすごいこう半信半疑でどっちに置くか分からんかったけどやっぱり売れてる。これ1個なんぼすんの？あ、550円もすんのこれ。そんなすごいな。じゃあそれで売れてるってすごくない？そうそう、中身分からんのね。分からんね。1位は？1位がなんかでかっ。これちょっとアメコミ系な感じなんですけど、ストレッチーズミュータント。ミュータント、あ、ミュータントってミュータントタートルズのなんかあの感じで、なんかめっちゃ入ってる感じある。でかいんか。でもこれでまあ1個や。1個なんや。で入ってるのはこの後ろの、あ、これのどれかが。これが入ってる。これ。こんなん人気でんねや。あ、見てほら、めっちゃ伸びてるこれ。ビヨーンって伸びるよほら。これがデアゴスティーニって、よくずっと連続で出るやつや。そう。そこが今まで本だけやってんけど。これ以外のなんか恐竜とか、あ、いろんな種類の恐竜のとかだからもう何回も入ってきてまた完売みたいな。そんな売れてる。これなんかどっかもブックレット付きって、ブックレットって何なの？ブックレットって何なの？なんかどっかもあったよさっき。あ、ほらブックレット。ブックレットってどういう意味？ブックレットって基本本のシリーズっぽいことを言ってんねんけども。これは書いてないな。これ中にあれが入ってると思うね。本みたいな。多いのが玩具1個とブックレット1冊。多分何かこれの紹介文が中に。そう、中開けたことないから分からへんね。そう、これは何だっけ？500円ぐらいだじゃん。あ、そうやね。400円。これの500円です。これちょっと1個買ってみようか。あ、あかんわ。よその本屋で買おう。なんで？栗林の売り上げなってもあるやん。すごいな、こんなんあんねや。これでみんな子供さんはこの前なんかの水中の怖い生物みたいなのとかがサメとかなんかみんなとにかくこうグニュグニュ触って、そんでこれボロボロなんてなんかグニュグニュしてる。そう。まあでもなんかおじいちゃんおばあちゃんに連れられてきたらさ、500円ぐらいやったら買えたよな。そんな感じ。なんかね、今だからもともとはそのデアゴスティーニが、あ、これもデアゴスティーニ、書いてたですね。でそれ学研が後からちょっとこう2番選手的に乗っかってきた。パクリよったんや。パクってきた。だんだんすごい太陽のようなオレンジの香りやってよう分かれへんな。あ、これやった。あ、でもこれかわいいな。なんかこんなんとかね。何それ？今こんなんも出る。フィギュア最強。なんかこう子供が好きそうです。いかにも。俺めっちゃ好き。これは何入ってるか書いてへんねや。あ、対象年齢15歳以上やって。俺ギリギリいけるやん。これなんか聞いたことあるの。こなんかこういう中二病がくすぐられるような、ちょっとくすぐられるな。でもこれかわいいな。最後にどっちに転ぶかわからんかったけど入れてみたら、まあ結構かわいいな。これ船長欲しいな。これ船長よくない？よくない？船長いいな。へえ。せっかくはこういうの習っとこう。がね、まあまあ。ちょっと面白い感じで。いつぐらいからこういうのが出だしてんの？いつぐらい？でも今年、去年かな？去年ぐらいから。まあまあ最近か。うんうん。で、試しに箱単位なの入ってくるのが。これだから16種類やな。16個のなんか3ケースみたいな感じで発注するんだけど。箱買いするやつおる？一人だった。あ、そう。でもね、我々もその中身が全部バラバラなのかそれが分かれへんから、箱買いして全部揃えれるかどうかが分かれへんのよね。でこれいいのが出版社が出してるから本屋にしかないという。ないの？本屋だけやと思う。ほんだら例えばおもちゃ屋さんとか行ってもないの？これは多分それはないはずなんで、まあその出版社の取引があったらまあ入れるかも分からんな。これは結構在庫あんの？栗林消防も今これはまあまあある感じ。これもまあまああるけど、これがもうほぼやっぱ1位なだけに人気なんや。おもろいな。それみんなこう海外で作るから、今ちょうどどうしても海外の生産なんでなかなか次入ってけえへんっていう問題はあるんですけど、ちょっと興味あんの俺も。的にはこれかわいいのつけんやったらキーホルダーよこれ。つけんだったらこれやな。でも興味あるのこれかな。これはちょっとな、一個一個見てみたいな。気になるとかな。やっぱり男子が。男子はそうやな。これはね、でも女の子もやっぱりちょっと買ってきたんですね。これなんて言うたんやろ。なんて言うんやろね。ジャンル的には。なんておもちゃ。おもちゃ。おもちゃ。本屋初のおもちゃランキングやな。そう。それしか言いようがない。なんて言ったらいいのかすごい考えてるけど。まあまあ3位がこの学研の図鑑ライブ恐竜バスボール。でこれ2位がこれか。これなんていうの？アマングアス。アマングアス。英語の読み方はそれやね。それしかできない。でこれがスレッチーズミュータントが1位。タイガーマスクになるのが第1位です。ちょっと趣の違う。ちょっとこれこのまま置いとくか。置いとく。もちろん。じゃあ今月の栗林おすすめの本。おすすめね。ちょっとね。すごいなこれ。今日はこの20代で得た知見というこちらなんですけれども。どこかな。だけど真ん中置いてる。なんか真面目そうだね。なんか真面目そうだね。まあまあまあ真面目な感じなんですけどね。なんかF ってこの著者の人 F ってこれが著者一文字一文字 F で、SNS ではだから大人気な人なんですよ。そうなんだ。って20万部って書いてるもんな。これすごいんやろ。すごいよ。20万部って今時浜崎あゆみ。いやまあそれには及ばんけど。及ばん。へえ。本当ね。だから顔とかも何も最近そういう人いるやん。ああ昔大黒摩季とかそうやったもんな。黒木舞とかな。昔そうやったよな。ダサいからな。年バレる。もういいよバラしよう俺。ああそうで、だから若者にもう絶大なる人気のある。これ何を書いたの？20代で悟りを開いたみたいな話。あそうそうそう、20代の人がこう読んだら、ちょっと落ち込んでる時とかにこう読んだらこう癒される。もう圧倒的に買うのは女の人。女の人。女の子。へえ。これ在庫あんの？あるよもちろん。だってなんか最初よくわからんくてなんであれなのかが、とりあえず他の書店のランキングとかあるじゃないですか。で見てって20代出た知見だっておっとどうなんやろって思って。これさ、今目次見てんねんけど、おもろいと思う。すごいすごい、これすごいわ。ああこれはめっちゃ興味ある俺。あそう。今やったら可愛いんで。持って帰ろう。読んだらもう返しに来るわ。ああこれはおもろいと思う。でなんか結構売れ切れてるところとかも多くて、でうちもだから最初入れたら、結構反応よく売れたよね。でもその時この著者のことがよくわからん。ああそらそうやな。 F って誰やねんみたいな。それ思うわな。最初のノリはそうだった。やってけど、でも売れるからあれやなと思ってで何べんも入れてもまた売れてるから。出んねや。どっかで取り上げられたんかな。そうまあこの人の書いた本が映画にもなった。真夜中乙女物語。あ、一冊目じゃないねやこれ。そうそうそう。映画まあ映画になるような小説も書いてる人ではあるんですけど。すごいね。最終章。愛に関するいくつかの殴り書き。あ、多分これが女子に多分。かくる。これしかもあたりが普通の愛だけじゃなくていろんな愛のことが書いてある。どんな人生経験ある人かも想像もつける。あ、すごいな。やっぱツイッターもフォロワーが23万人やった。負けてるわ俺。いや俺買ってるって言ったらどうしようかも。話にならへんわ。もうちょっとで2000いくかなって感じ。あ、それはそれで197080ぐらいかなツイッター。店のうちまだ700ちょいやった。すごいな。うわ、これめっちゃおもろそう。ほらいいの選んだ。これはどうした。これ僕のおすすめです。僕のおすすめです。今見たからまあまあ20万部やからもちろん売れてるんですけど。すごいな。マジいっぱいやな。この前もだから店に女の子来て、うん、うん、で多分ないやろなって雰囲気で来て、多分ダメ元でで聞かれて「ああありますよ」かっこええ。うわーってもう狂気乱舞。女の子僕の彼女にいっぱいみたいな感じ。いやこれすごかった。ほんまにおもろそうやなこれ。多分だから言ってもう何3、4軒回ってないって言ってそんな回ってんのみたいな。最初からうち来てよみたいな。俺もこの間3、4軒回って探し揃えたやつあるわ。あ、そう。ワンダーのプロレスのコーヒー缶12本3、4軒回ったわ。同じ感覚やわ。いやこれちょっと目次しか見てないけどほんまにおもろそう。これ売れてるの知ってる人は知ってる。うわ、どこで買おうかな。え、一択や。どう見ても一択やん。一択やってすごい自信よ栗林翔吾。でもあんやろ在庫。ある。結構まだ何冊かあんの。5冊ぐらい。あ、ほんなら先着5名まだ入んやろ。追加は出してる。うわ、すごいな。結構取り合いやねこれ今。まだまだ比較的安いって言っていいんかな。1300円やん。このめっちゃ高くないやん。もうちょっとこの辺と比べて20代のバイブル的に。いやすごいわ。ほらこここれここ見て読むで。たった3秒で終わった出来事でもそれがもし永遠に記憶に残るほどのものならそれは永遠より長い。深いな。もう女子もこういうなんで弱い。俺これ覚えて言おうこれから。ちょっとこういうことをほらこの間さロータリークラブさんに呼ばれて30分講話してきてんや。こういうことを最後に言うとな多分おーってなんねやろな。俺最後持っといたらお前やな。俺最後の2分でマスクかぶって出たって。名だたる会長連中の前でめっちゃウケて写真いっぱい撮ってて。いやでもこれはなちょっといや深いわこれ。いやーこれは深いわ。ちょっとどこ見てもおもろそう。毎日2ページずつ読んだらもうでもほんまなそんな感じ。流行より100年先も成立するクラシック。うわー、ナルシストは世界を救うかもしれない。すごいな。悪女のダンディズムやってどんな人なんやろなこれ書いてる。いやーすごいなこれ。めっちゃおもろそう。ちょっと俺この番組やって初めて刺さったかもかな。別にマスクドさんのためにこの本選んだわけじゃないけどよかったね。よかった。これほんまにおもろそうや。みんなこれ絶対買うべきやわ。読んでもないのに言うけど。いやでも目次だけでこんだけ惹かれるってすごいわ。思んなかったらもうどうしたの食べよ。いやいやちょっとこれほんまいいの引っ張ってきて。どうした本屋みたいな。本屋やな。いつも選んで頑張って選んで頑張ってんだよ。なんかおもちゃとか出してきたから今回どうなんのかなと思ったら最後これあんねや。いやいやこれね20代で得た知見 F っていう人ね1300円お求めやすい価格やん。でこの分厚さほら俺的にはもう図鑑やわ。バイブル的に楽しんでいただいてありやな。今月の栗林、はい、じゃあ今月のマスクド東大阪おすすめの20代で得た知見。自分呼んだみたいな呼んでもせんのに。いやすごいすごいです。わかりました。ありがとうございます。じゃあ告知。告知はある？告知、あ、今度またちょっと9月なんですけど、これめっちゃ気になってんねん。前に「キン肉マン」のこの図鑑が、超人編が出てたんです。あったよね。この技の方でこれね、ポイントなのが筋肉バスターでも筋肉ドライバーでもなく、このパロスペシャル出るっていう。パロスペシャルってもともと昔ほんまにプロレスの技であんねん。今このパロスペシャルあんねん。みんな「筋肉マン」にフューチャーされて使ってるんですけど、ほんまはロシアやった東欧かどっかでほんまにパロスペシャルってあって、実は違うねん、これじゃないね。あ、そう裏表逆やねん。ケビン・マスクがつけて「オラ」って言ったら、あれが本物のパロスペシャル。分からんけど、ケビン・マスクはロビンの子供っていうことしか知らんけど、マッスル・スパークもあるやん、ここに。なんかパロスペシャルが唯一こう普通の人間でもかけれそうな、これ実際あんねん、ほんまに。これな、ええ値段すんねんこれ。もうこんなん言うけどさ、3500円、3800円、迷うねんこれ。これはね、まだ発売前なんで、9月15日、9月か、敬老の日やん。毎月1000円ずつ貯めたら買えると思うから、貯めといて俺の。いや、これはなめっちゃいいと思う。面白いと思うんで、俺買いそうやわこれ。どこで買おう。一択や言うて。そう。あとは告知。あとはまあフリーペーパーとりあえず書き終わったところなんで。できた6月号。これまた今下書きなんですけど、もうすぐ出しますので。はい。あ、なんかマスクつけてるやん。またつけてるよ。もうええんちゃう。もうそろそろ取れる。岸田さん外して言いそうやでもうすぐ。そう。私もういつぐらい、もう多分この放送ぐらいには出てる。そうだね、もう3日以内に少なく。紅林だより6月号、109号、109号ですね。いろいろ紹介してますので、はい、ぜひお願いします。じゃあ僕いつものアンバサダーの仕事をします。こちらね、国内で唯一医療認可が下りている保存発生器ループ、バッテリーで持ち運びのできる保存発生器、これのね同シリーズのタイプが全国の救急車に乗ってるっていうね、素晴らしい機会がありますんで。しかもじゃん、マスクとシールじゃん、これは僕だけです、あげません。ちょっとほんま試作で作ってもらっていいよ、枚数ないねんね。こんなん作ったんで、まあこうどうしてもね、買うからこのシールつけてって言われたら、こそっと言ってくれたら、はい、喜んでみたいな感じで。でも多分な10枚もないねんこのシール。もう作れへんの？いや、作ろうまた作れんねんけどな、結構なこれな高いねんな。透明のフィルムでコーティング入れてるから、まあまあしてんな。20枚だけ作って、もう10枚ないねんね。田村テコ製、日本国内で唯一の医療認可が下りたやつで、これを販売してる会社が NK 工房さんといって、小坂にある、すぐそこって言ってたね、5分ぐらいとか、はい、そこの僕は公式アンバサダーをしております。買う時にね、マスクド東大阪っていう合言葉を言ってもらったら5割引き。5割はいかない。でもこれが38,500円が28,000円で、もう一個の室内用のやつが65,500円が44,000円。まあまあ引いてるよね。まあまあ引いてるよ、ほんまに。3割ぐらい、3割近く引いてると思う。かなりだって、お得ですよね。1万円とか平気で引いてるもんな。すごい実験握ってるよね。そう言うてください。まあ僕に言うてもうてもいいし、 YouTube のコメントに入れてくれてもいいし、バーチャルシティとかマスクド東大阪の SNS にコメントいただいてもいいですし、 NK 工房さんに直接電話していただいても結構です。マスクド東大阪って言ったらその値段になりますので、よろしくお願いします。アンバサダーとしての仕事完了。以上で、あとは言い残したことは、今日ははい、ちょっとこれほんまにいいな、これ読もうかな。ぜひぜひちょっとあっち向いておいてくれへん、2分ほど。はい、じゃあ17回の放送も無事。今日はほんまこれちょっと趣向がいろいろあってね、このおもちゃがあったり、これ抜群いい本やわこれは、ほんまにね。珍しいな、そんだけ言うの。いや、これほんまに面白そう。ね、皆さんぜひ残り5冊とりあえずまた入りますけど、早めがちで来てください。よろしくお願いします。じゃあ17回の放送これにて終了。ありがとうございました。じゃあまた来月6月後半に第18回でお会いしましょう。ありがとうございました。